大山住神社と萬神さん、時には観光しましょう。瀬戸内絶景で、やっぱり修行かい。うちの駅、三島の萬神さんの方にね、萬神さんまで登ろうかなと。まずは伊予一の宮大山住神社。では大山住神社。久喜水郡の鳥羽城にも大山住神社があったので、ちょっと気になっていましたが、海賊とのゆかりはないようです。こちらは山住神社の総本山らしいです。もう半分朽ちてる感じがいいね。雨乞いのクスノキ、国指定の天然記念物のクスノキが38本もあるとか。すごい、3000人のクスノキがこれでした。いわゆる、うわ、こっちすげえよ、こっちが。裏側は苔がびっしりだよ。息止めて三周。無理に走ってるよ。無理に決まってる。私の願い事は無理っていうことで。重要文化財の部8割を収蔵する宝物館が有名ですが、中田にとっては猫に小判。違いのわかる目利きの方はぜひ。ということで、こっちの作られました。もうこのすぐにこの辺まで来ると全然人おりません。全然人おりませんが、瀬戸内は青いっす。トイレを出てですな、ちょいと上がるとすでにようやく萬神さん 800m の看板出ました。では勝手にお楽しみ、萬神さんへ。で、森に入ったので、この休憩所、東屋の跡とか。え、これはもう暗いですね、ごめんなさいね。これ1月に来るところかどうか、まあ行ってみりゃ分かると。はい、ちょっと登り口。萬神さんは足が遠山は右ですね。こちらが登山道。風がざわめいております。砂防ダム。こちらね、人里とさほど離れておりませんが、なんか獣の気配を感じますわ。獣の楽園かもしれません。でもちょっとそこぐるっと巻くと、
絶景ポイントじゃないかなと思ってるんですが、ちょっと下りますな、これ。お、いますね、鳥が。ちょっと大きめのね、なんだろうな。はい、ちょいと暗い森を進みますと、本番出ましたね。入日の滝がこちら、ね。ですが、この安神山を撮りましょう。登るのは、後にするかも。素晴らしい。ご神体、わしが遠山の前衛法、安神山です。なんかこれまたアルプス感ありますわ。はい、あちらにも、あんなとこ行っちゃいましたね。道の駅が。寺さんが。行きましょうか。あの、下の神社の森には、毒蛇注意がね、いっぱいありましたが、これ登山道来れば、非常に開放感ありまして、そういった恐れはありませんな。あまりせがなりま、ありませんがな。汗が、吹き出してまいりました。はい、ベンチあります。ちょいと腰掛けましょうかな。準備しました。どうですかね。20分かかるかな、またさらに。と思ってます。浮き石の多い山道を進んでおります。そして、帰れば、瀬戸内設計。そして、どうもそちらの肩に出ますな。向こう側の瀬戸内が、そしてなんかこの辺から立派な遊歩道の案内です。はい、しかしちょっとロケーションが良くない。まあ、今日はこれ古城散歩ではありませんが、山登り大好き親父になってしまいましたな。おっと、何やら鎖場の匂い。では第一の鎖、そこまで行きましょうな。この駅、一応ちょっとね、あれで、ここからもまた一挙もう一回行きます。またね、言い訳ばっかしますがね、実は車に手袋を忘れてきてね、2本目の鎖は真ん中もうちょいまで行ったんだけど、もう 手がかじかんじゃって、期待通り断念しました。先ほどね、息を止めて3周の願いが叶わなかったっていうか、願いじゃねえもんな、努力が足んないな。ちょっとほんとカチカチ凍傷になりそう。安全策で、今降りてきまして、
このさっきの鎖場を降りればもう、あとは普通のウィンドウになりますんで、はい、お疲れ様でした。キノコも下すい、ヘナチョコ下長田はせめてね、キノコもちょっとくぐっておきましょう。ということで失礼します。ひなちょこの中田を叩き直してください。